こんばんは、こんばんは。明けましておめでとうございます。そうだ、皆さんどんなお正月過ごしました？やばい、パソコンの充電がなかったお久しぶりですね。すごく久々にインスタライブをやる気がしています。いつぶりだろう何喋ろうかな。よいしょ。こんばんは。みんな冬、年末年始どんな風に過ごしました？私はずっとお家にいましたこんな家いることあるってぐらい家にいた気が。家で映画見ました。いいですね。私もドラマいくつか見ました。と最愛とマイファミリーを見てカレンダーイベントありがとうございました。こちらこそありがとうございました。マフラーもそうでしたが、本当に水色が似合いますね。嬉しい、うん、ニットはなんかあのなんていうんだっけな、エモダのなんかニットとか展開してるところです。すずめの戸締まり見ました、見ましたなんか面白かったです。あのいつ見に行ったんだ、結構前だ。でも見たの12月の頭とかに。最愛見て感動しちゃった。私も超感動しました。すごい良かった。私今20歳です。最近二十歳になったばっかりで、ハーフじゃないんですね。そうなんです、ハーフじゃない。だからすごい右耳だけすごい赤いのはなんでなんだろうえ、すごくないですかどうして、あ、暑いのかな。よいしょグリッターどこのですか。これはあ、これ今日なんとちょっとあのアイシャドウ持ってくるの忘れちゃったんですけど、アイシャドウ、あ、ま、そう、アイシャドウとアイシャドウパレットはリリミュー使ってて、グリッターもリリミュー使ってて、リップもリリミュー使ってます。浪人生でスエルください。大変な時期ですね、頑張ってください。アイブドハマりしてるんですけど、イロちゃん好きな K-POP アイドルいますか？でも女の子だとアイブめっちゃ好きです。あとスキズとかも結構好きで、でも最近あまり見れてないな同窓会で身につけるアクセントの色迷ってるんですが、ゴールドとシルバーどっちがいいと思いますか？どっちがいいんだろう。でもなんかパーソナルカラーによるって言いますよね。私個人的には結構シルバーのアクセサリーの方が好きで、シルバーアクセサリーつけますよく。成人か、おめでとうございます。そうなんです、そう、成人式がなんと来週あるんです。ドキドキ振り袖の写真もあげるので、あげます見てください。どうしよう、よいしょ。前髪短めで、なんかちょっとさっき巻いたらおんまゆになっちゃった気がする。受験ゆろちゃんのパワーのおかげで合格できました。おめでとうございます、嬉しい。あ、最近ニュージーンズがすごいと、いやもう本当にもう本当に若いスキズはあのダンスラインかな、ヒョンジンとかリノとかフィリックスとか、あ、ワンちゃんもいいですよね。もうライブ見に行ったらみんなかっこよかったです。教科で得意な教科はずっと国語が得意でした。国語はなんか、うん、
が好きでした。すごい。マフラーどこのか教えてほしいです。いつ載せたやつだろう。でも結構ちゃんとタグ付け最近するようにしてて、白いマフラーでモコモコしてるやつならティティアンの子を、モコモコしてるやつじゃなかったらアクネスチューディオ、モコモコした水色のこういうやつだったらリリーブラウンのです。ちょっと音楽流したいんですけどパソコンの充電が切れちゃうかも。成人式の髪型はまだちゃんと決めきれてないです。でもアップにしてあんまり派手にしないでいこうかなと思って。年越す前に大学合格して大学入学前までにやっておいた方がいいことある？どうだろう。まずは本当おめでとうございます。大学入学前何してたっけ自分。開放感にあふれてたな。友達とすごい遊んだ気がします。でも家でゴロゴロしてたから家でゴロゴロ。あ、ルセラヒムも聞きます、聞きます。自分は友達は狭く深くって感じで本当に友達少ないんですけど、いろちゃんどう思います？私もどっちかっていうと多分そのタイプだと思います。なんか私は多分友達がいい友達ばっかりなだけなんですけど、すごいいい感じの友達選びが上手だと思ってて、多分友達がいい子なだけなんですけど、でもすごくバランスがよく、いろんなところにすごい仲いい子が一人いるっていう感じです。どっちかっていうとなんかあんまりすごい大人数とかでご飯とかも食べたりしないから、なんか大人数で過ごすのはそんな得意じゃなくて、でもなんか2人とかですごい喋ると結構仲良くなれる子は最初にあビビってきます、来て結構ビビッときた子はすごく仲良くなれる印象が自分の中にあります。よいしょ。今ネイルしてないです。次に旅行したい国に今すごい迷ってて、どこ行こう。でももう本当世界中を旅したいなという気持ち。冬は何鍋が好きですか？鶏鍋が好きです。基本鶏鍋がずっと好きです結構2年前ぐらいに鶏鍋にハマってから、冬は一人でちっちゃいお鍋に作って食べることもあります。コロナなのです。あー大変。結構なんか周りにコロナとかインフルエンザとか風邪の人すごい多いです。今友達会ってないですけど、なんか増えてるなって最近思います。友達の話聞いてて。よいしょ。ちょっと一回、あ待って待って、一回、あ好きなサンリオキャラクターは何ですか？サンリオキャラクター、好きなサンリオキャラクターはなんか部屋、あんまりサンリオのキャラクターに詳しくなかったんですけど、ヘアメイクさんのむつきさんっていう方がいて、なんかむつきさんに私小麦粉の食べ物がすごい好きだって話してたら、なんかコギミュンっていうキャラクターを教えていただいて、なんか白いこういうキャラクターなんですけど、ちょっと調べてみてほしいです。コギミュンすごい可愛くて、コギミュンが私ハマってます。今コギミュンの LINE スタンプとかまで買ってよいしょ。よいしょ。大学で仲いいお友達はどうやって出会いましたか？どうやってだろう。なんか一番仲いい子は学科の友達は一番最初の日になんかたまたま友達の友達みたいな感じで、なんかその日に仲良くなった、初めて知り合いの、難しいな説明が、入学式ぐらいの時に仲良くなった子の友達の中の一人にその子がいて、なんか幼少期多分なんか結構会ったことあるみたいな話に多分なって、お互い記憶ないんですけど、なんか
共通点があって、でそっからすごい仲良くなりました。成人式の色は、あ、成人式の振り袖は、白色を着る予定です。あ、ずっとロック画面にしたくて、でも本人の許可取ってもらってからの方がいいのかなって思ってるんですけど、使っていいですか？もちろんです。ありがとうございます、嬉しいです。全然許可せずとも、全然悪用とかじゃなければ、本当にプロフィールとかにもしていただいても嬉しい限りなので。ずっと鳥なで押しですよね。そうなんです。あとは最近ブリシャブを食べて、ブリシャブも美味しかったです。リリメのアイシャドウ何番だったっけな、ちょっと一回調べようかな。リリメのアイシャドウ、これでもちょっと待ってください、やっぱりパソコンの充電がない。明日お誕生日おめでとうございます。大学用のバッグは、ジル・スチュアートのバッグを母からもらったやつとか、どこの使ってるっけな、あ、最近はケイト・スペードの12月ぐらいのホリデーでいただいた乗ってるやつとか、あとはあれだ、なんかアウシュビッツに行ったんですけど、ポーランドに旅行行った時に、夏にアウシュビッツに行って、アウシュビッツでトートバッグ買って、すごいそのトートバッグが使いやすくて、リリミュー、あ、これかな、え、あ、違う、何色だっけな、ちょっと待ってください。なんかね、何色だったんだっけな、でもちゃんと後でストーリーに載せようかな。悔しい、分からなくて、ちょっと待ってください。一応インターネットで見てはいるんですけど、うん、うん、これかな、ティーローズってカラーだと多分思います。02番、ちょっと後で確認した、あ、でも多分ティーローズだと、うん、ちょっと後でちゃんと確認して載せます。びっくりしちゃった。ピアス開けてないです。コギミュめっちゃふわふわしてますね。そう、可愛いですよね。韓国から応援してます。認知されたいです。ありがとうございます。コギミュググってるよ。ふわふわしてるのね。そうなんです。可愛くないですか。しかもなんか口語尾がミュンなんですよ。可愛いなと思って。ゼミが大変です。応援してください。頑張ってください。やっぱり大学の交友関係は最初が大事なんですね。そうですね。私の場合は特にそうかもしれない。なんかあんまり講義とかも結構一人で受けるタイプだから、あんまり友達が。入学式でいきなり話しかけたりできるタイプですか？あんまりそういうタイプじゃなかったです。振り袖絶対白だと思いました。すごい。骨格はほとんどナチュラルで、肩だけ多分ウェーブです。成人式の写真投稿します。 MBTI はずっと ESFP、 なんかエンターテイナーってやつで、合ってるけど違うなっていう感覚があったんですけど、最近初めて ISFP 冒険家が出て、あー、ちょっとぽいかもと思って、多分 ESFP と ISFP の半分間だと思います。辛い鍋は嫌いですか？辛いのがあんまり食べられないです。得意じゃないんです。
ひろちゃんはロック画面にしてから運気爆上がりです。嬉しい、そんな風に考えてくれるのが嬉しいです。シャンプー何使ってるっけな、シャンプー何使ってるっけ、なんか美容室のやつ使ってます。ストーリーはトップ画用の画像とかですよね。そうですそうです、あの壁紙とかぜひ。この自分のユーザー名のレスプロスっていうのは、あのこれレプロっていう事務所の名前ですよいしょ。学科になるとちょっと人数少なそうだから友達できるか心配で今からドキドキ。ゆりほちゃんから声かけたのかな。え、私からでも私から声かけたんだっけな。そのでも同じ高校から同じ大学に行く友達がいて、学科とか全然違ったんですけど、なんかそれでその子がすごいコミュ力高くて、私の学科の友達と友達になって、入学式の日にで、だから紹介してもらいました。事務所で一番仲いい子はさくらですね。さくら、さくらってすごい妹なのにお姉ちゃんみたいな感じすごいするんですよ。甘えられる面倒見がすごい良くて、なんか荷物とかパッと持ってくれたり、よいしょ。年越しは家族で過ごしました。そう、海外旅行の話まだ聞いてませんでしたね。そうなんです、お話できてなくて、もうどこから喋ろうと思うともう長い、もうなんか YouTube 始めようかなとか思ったぐらいなんですけどでもすごい楽しくて、あの女の子と2人で、あの小学校からの親友と行ってきたんですけど、なんかもう結構人生、まあ、私の今20年生きてきた中の結構もうトップ3に入る経験だったなって思います。そう、でもなんかすごいいろんな風に、なんだろう、いい感じに海外回れたので、なんかアドバイスとかできるなと思って、ぜひなんか聞いていただけたら答えられるので。中高一貫だから成人式つまんない気がする。あ、でも私もそうです。あのなので小中高一貫だったんですけど、そこの祝賀会みたいのを楽しみにしています。あ、春休みドイツ行くのでおすすめの場所あったら教えてほしいです。ドイツはすごいパッと言うの難しい。あ、でもベルリンの壁とかも見に行きましたし、あとレジデンス、ドイツだよな。でもなんか結構ドイツはすごい想像以上に都会だなって思いました。他が結構あれなのかな。あとなんか国会議事堂が上が半球体になってめっちゃ空がよく見えるんですけど、そことかもすごい良かったです。パソコンは MacBook Pro の13インチ使ってます。幼少期ハマってたことってなんだろう。でもなんか昔からすごい分析するのがすごい好きで、なんかあったのはちっちゃい頃はなんか親から多分もらった子供用の時計とかで、家出て出る時になんかストップウォッチを始めて帰ってきて、今何時間外にいたよみたいなのを測るのとかが好きだったり、あとはあのテレビのあのショッピングチャンネルを見て、その親がいない時に見てなんかメモして、それを親になんかこんな掃除機がありますみたいなプレゼンをするのがすごい好きでした。なんかあ、こんな便利なものあるんだって思って。私帰国の時 PCR したんですけど、でもすぐできました。もう10分ぐらい取られた時間は。よいしょよいしょ。
ドバイ、確かにドバイもいいな。ドバイおみくじ引きました。そうそう、あのなんかあの載せた写真のやつはあの明治神宮で引いて、明治神宮のはあの吉とか凶とか出ないものなんですよ。だからなんか結果がどうだったって伝えるのが難しいなと思ってなんか載せなかったんですけど、あのそれよりも前に家族でちらっと初詣に行っておみくじ引いた時は中吉でした。なんか欲張るなみたいなこと書いてあった気が難しい。レスプロスで覚えるやつ、そう友達とかにもなんかレスプロスのアカウントってなんか言われます。なんかあレスプロス見たよとか言って出ましておめでとうございます。よいしょ、何飲んでるの？これはウーロン茶です。すごく喉が渇く。後ろのお花ユリですね。ユリです。スペイン行ったことないです。海外旅行の長い話聞きたい。え、ユーチューバー人同士みんな言ってくれる。え、海外旅行でも本当にもうどっから説明したらいいんだろうっていうぐらいなんですけど、でもなんかそう、でもあのストーリー載せたんですけど、すごいなと思ったのは eSIM っていうシステムがすごいなと思って、今まで SIM って結構物理的なそのカードを使ってましたけど、コード打ち込むだけでできるやつはめっちゃ便利だなと思って、あの電源落としたりしなくていいし、すぐに切り替えられるし、逆にすぐにそっちを止めることもできて、すごいコスパもめっちゃ良くて、もう絶対海外旅行行くならそれだなと思いました。なんか日本で事前に入手するのは結構難しかったり、あの逆に海外に行ってから現地でもう絶対大変だなって改めて思って、後からで空港とかにもあるんですけど結構コスパ悪くて、絶対にあの eSIM がベストアンサーだと思います。あとはなんだろう、向こうはあのループみたいなやつずっと乗って移動してて、すごいそれが便利だなと思って、でも向こう の, あの道路がもうすでに自転車とかそういうループとかのに向けたの用の道がすごいたくさんあって、専用の道がたくさんあって、なのでなんかすごい事故とか絶対起きづらいなって感じたんですけど、日本でやるにはちょっとまだメジャーじゃないから怖いなって思います。富士登山ヨーロッパ旅行20歳前後までに経験をしていくべきことよね。いやそうですね、本当にあのヨーロッパ投稿が遅くなっちゃったんですけど、あのまだ誕生日迎える前に行ったんですけど、すごい本当に今年はちょっとか、いや去年は本当にアクティブな1年だったなって改めて思います。楽しかったな、なんかすごいお仕事も去年たくさんできて、もう休みがあったらすごいどっかに行って、あとお散歩もすごい好きなんですけど、去年本当20キロとか30キロとかもう1日で歩いたりして楽しかったな、友達と歩いたり、もう競歩みたいになってました途中から。言語は私が行った国がポーランドはポーランド語、チェコはチェコ語、オーストリアとドイツがドイツ語で、あの公用語自体は一応英語ではないんですけど、まあ、向こうの方はみんな英語話せるので、なんか英語で適当に喋れば通用しました。私も友達もなんか、まあ、普通にわかるかなみたいな感じだったので、まあ、それで全然大丈夫でした。お散歩本当にすごい好きで、今年本当に、まあ、家から出ない時が本当に出ないからあれなんですけど、もう1日10キロぐらいしょっちゅう歩いてました。
ヘアアイロンいつも150から165ぐらいです。ヨーロッパ旅行するのに持って行った方が良かったのは、まずエアタグ、友達のスーツケースがまずポーランドについてなくて、えってなってエアタグ見て、全然違うとこにいるってなって、もう向こうはロスバゲが多分すごい当たり前だから、そのロスバゲ用のカウンターみたいなところがあって、そこになくなっちゃったんですって言って、エアタグで今ここにあるんですけどっていう風に伝えたら、まあ泊まるホテル の場所に届けますっていうことで届けてもらうことになって、ただ届けてもらうのに、私がそのすごい結構旅行の日程がカツカツだったので、届けてもらえる頃にはもう別の国いるかもと思って、4日目ぐらいのホテルに届けてもらったんですよ。だから最初の4日間ぐらい友達スーツケースなしだったんですけど、なんかすごい全然大丈夫私が言うのもだけど全然大丈夫そうだったし、本人もまあなんとかなるねみたいな感じで言ってました地元友達なさすぎて成人式とか同窓会嫌だ。でもちょっと私もすごい久々にみんなに会うから結構緊張してます。高校の一面は会うんですけどね。さっきからカンって音何鳴ってる、怖いな。そう、海外旅行だけでも YouTube 始める意味がある。そうなんですよねそうなんですけど、編集が大変だな。旅行でネガティブなことはでも本当にだからロスバゲぐらいかな。あとは本当に予定を立てるのが遅くて、寝台列車に乗りたかったんですけど、もうチケットが売り切れちゃったっていう残念なことはありましたそんな感じかな。でも全然予定立てないで行った割には、友達がすごいなんていうのかな、博識というか、ここはこれが有名だよねとかっていうのをすごいよく知ってる友達だったので、全然ありがたくついて行ったんですけどもガイドブックとかそんな見なかった割にすっごいしっかり回りました。もう美術館とかもたくさん行ったし、なんかそんな美術館普段行くわけじゃないんですけど、美術館とかもすごい向こうのすごく面白くて、何時間でもいられるなと思って、特に私が面白かったのは古代遺跡のとか、古代遺跡なんかなんだっけ、マヤ文明とかその頃のなんかやつが展示されてるやつがあって、それはめっちゃ良かったです。面白かった。 eSIM での詐欺が今流行ってるよ。でもそうですよね、 eSIM 楽だけど安全性は結構難しいなとはちょっと思いました。よいしょ。海外旅行の話聞くの楽しいです。ありがとうございます。20歳になって初めて飲んだお酒は母が作ってくれたサングリアを飲みました。おしゃれな回答私も誕生日に帰ってきたら母が用意してくれてて、本当昨年はめちゃめちゃ役者の一年でしたね。そうですね、なんかすごい冷蔵庫がうなっている。そう、去年でも本当いろんなこと経験した一年でした。もうギュッて感じだったな自分も散歩好きです。20キロはすごい。そう、いつも20キロ歩くわけじゃ全然ないんですけど、なんかでも結構しょっちゅうお散歩したいなと思ってお散歩します。日本よりは全然英語通じます。っていうかもう普通に向こうは英語で喋ったらもうペラペラの英語で返してもらいます。私も海外旅行行きたいんですけど、初めて海外旅行に行くならどこがおすすめとかありますか、教えてもらいたいです。私もいろんな国知ってるわけじゃないんですけど、でもやっぱりそうだな、どこだろう、英語が基本喋れるなら、英語圏とかは多分全然大丈夫だし、韓国とか行った時 もうむしろもう向こうがすごい日本語ペラペラで、私韓国語ちょっと分かるんですけども、何も分かる必要ないぐらいだったなっていう印象かな。ハワイとかもそうですよね、もちろん英語で喋ったりするけど難しい。
でも今年も鼻真っ赤になりました。寒いと赤くなる。よいしょ。奈々ちゃんと歩いた時お散歩しましたか？しましたしました。すごい歩いた気がする。5キロぐらい歩いたんじゃないかな一緒に。もっと歩いたかもしれない。日本の適当な感じと日本のがっちりした感じ、ビジネスどっちの方が好きですか？なんかどっちの良さもありますよね。なんだろう、まあ、ビジネスに限らずすごい日本と海外やっぱ違うなとは思って、なんだろう、でも旅行とかするのにやっぱ日本の標識とかってすごい分かりやすいんじゃないかなって思って、向こうとかはここのホームがどこの駅に行くのかとかは全然どこにも書いてないんですよ。これで合ってるのかなって思いながら電車に乗ったりして、でもなんかあとトイレとかも向こうは有料だったりとか、まあ、ちょっと治安も不安だなって思う時もあったし、あとはなんか性格的にもなんか海外の人の方が意見を言うこと、なんか意見も積極的に言うから、それがいいって思う時はいいなってすごい思います。私も結構自分が喋っちゃうタイプだから。日本は日本でやっぱすごい快適な暮らしがしやすいなって思ったりします。寝台列車憧れますよね。次は行きたい。前髪短い今日。恥ずかしいな。やっぱ Vlog ちょっとやってみたい。なんか実はワンちゃん飼うことになってあれこれ言う、まあ隠す必要はないか。そう、ワンちゃん飼うことになったからなって、でも初めて飼うんですよワンちゃん。それこそみんなに教えてほしいな。なんかワンちゃん飼うならこうだよとか、こういうことしないとあのワンちゃん大変だよとか、いろいろすごい聞きたいんですけど。そうワンちゃん飼うから Vlog、 ワンちゃんがもう可愛くて Vlog 始めようかなって思ったり。まあ、フランス留学行くからいいところあったら教えます。ああお願いします。よいしょよいしょえでも冷蔵庫ってたまになんかああいう音鳴りません？グーみたいな。芸能界入りしたきっかけはでもあのあれだな、なんだっけ、あのスカウトですね。正直旅行ならほぼ英語喋らんよね。そうなんです、そうなんです。だからあのまあ本当に多分喋らなきゃいけない事項ってすごい少なくて、例えばお会計の時とかチェックインの時とかに限るので、まあ向こうが言ってることを聞き取れないと、まあなんか例えばチケット見せてって言ってる時に分からなかったりとか、そういう問題はあるなとは思うんですけど、なんか私の体感では英語喋れなくても全然いけるんじゃないっていうふうに個人的には結構思うんですけど、ただまあトラブルとかに巻き込まれやすくなるのかなみたいなことは思ったりしますね。でもそのぐらいです。私も別にそんなに、でもすごい、まあ、英語めっちゃ得意っていうあれじゃないんですけど、最近どんな音楽聴くかな。でも最近宇多田ヒカルさんにハマってます。今日のメイクいい感じで、ああ嬉しい。今日初めてこのアイシャドウでメイクしたんですよ。ワンちゃん、トイプードルじゃないですそう、シベリアンハスキーではないですレトリバー、マルチーズ、全部違う当たらなそう。噛み癖は最初の方につけた方が楽です。そうですよね。リップ塗り直していい？
リリミューの5番使ってます。ダックスフンド違うな。最初3ヶ月ぐらいでしつけ頑張んないとね。やっぱりそうなんですね。すごいドキドキ。そう、ワンちゃんと一緒にまたたくさんお散歩できるのすごい嬉しいんですよ。ワンちゃんもいつかインスタライブ出演してほしい。それができるぐらいちゃんとなあのしつけをして懐かせてあげないと、あーってなっちゃいそう。元気な子なんですよね。涙袋のキラキラもリリム使ってます。4コーギー、あーコーギー違います。でもコーギーは私の親友が飼ってる犬で、あのすっごい可愛いんですよね。あの短い足がなんか最初すごい、あのその親友の犬にすごい昔吠えられてて、家行くたび結構おーどうしようって思ってたんですけど、なんかしょっちゅう行ったら最後の方はなんか家から出るときにすごいクーンって玄関までお見送り来てくれるんですよ、寂しそうに。かわいいと思って。すごいみんなからすっごいたくさん来てるな。ちょっと待って、ジャックラッセル、チワワ、ポメ、ドーベルマン、シュナウザー、秋田犬、ポメランニャン、違いまーす今言ったのにいないよね、すごい、あのインスタライブするとなんかいつもなんだろう、緊張してるのかな、顔赤くなっちゃう。コーギー、柴犬、チワワ、ゆりちゃん犬派って顔してるしな。へえ。でも私ずっと自分は猫が好きかなってなんとなく思ってたんですけど、もうワンちゃん可愛くて仕方ないですね。どっちなんだろう、犬派猫派、難しい。そう、まだお家に来てないです。来てなくて、まあ、ちょっと時間かかるんですけど、フレンチブルドッグ、ボーダーコリー、ボーダーコリーってどんなのだ、豆柴、髪巻いてますよ。今日結構なんかいい感じに巻けたなと思ってインスタライブしようって思ったんです。秋田犬、パグ、チワワ、キャバリア、テルダックみんな違うダルメシアン、ワンちゃんの名前決めました一応。あ、まだ仮決定です。正解は犬です。そう、犬です。キャバリアってどんなのだろう。あ、もうパソコンが電源落ちてた。よっぽどレアな犬、どうなんだろう。でも確かに私あんまり知らなくて、でもすっごい可愛い子ですミックスかな、え、ミックスなのかな、ミックスじゃないかな、うん。いい感じの時インスタライブしたいのかわいい。そう、今日は結構メイクもいい感じだなと思ってインスタライブしようって。お名前は洋風です。ジャックラッセル、海外旅行のお金はでもあの早めに取ったので空港代はすごい安かったんですよ。往復で13万円ぐらい安かったと思います、すごく。で、向こうでの電車での移動とかも合わせて17万円とか、移動費は。あとはホテルとかは多分もろもろ、多分なんだろう、すごい多分簡易的なところでよかったら多分もっと安く済むだろうし、意外と貯めればいける気が。ジェットランドシープドッ
ヨークシャテリア、確かにヨークシャテリアじゃないんですけど、ヨークシャテリア出てなかったな。シープドッグって何ですか？羊ってこと？ピーグル、チワックス、オスです、オス。マキオさんみたいに僕を飼ってください。顔覚えられないかも。よいしょ。よいしょよいしょ。あ、なるほどよ、なるほど。へえ、供養犬。おすすめの、おすすめの曲出したいのにパソコンの充電がなくて、曲何聴いてたっけって思って。最近アイコンの曲とかもよく聴いてます。マイタイプとか、あとは何聴いてるっけな、本当に。あとはね、チェーンソーマンのエンディングずっと聴いてるんですけど、聴いてます。よいしょ。なんかでも今のところ出てきてない気がします、あのペットの種類。あ、いるかも。いる気が。そう、でもおすすめの曲ストーリーズで紹介してるので、ぜひあのちゃんのやつ、あのちゃんのやつとか、ピープルワンのやつとか聞いてます。 K-POP も聞きますし、チェンソーマンのエンディング一番好きなのはピープルワンの曲でしたね。バウンディーのもすごい良かったですね。犬種の答えは、待ってね、犬種の答えはミニピンです。ミニチュアピンシャー。そう、ちょっとかわい、すっごいかわいいんですよ。あの写真載せるので、しかもなんと2匹。洋楽はガールインレッド聴きます。すごい面白くて、リップリリミアのこれ05番。まあいつも本当にずっと使ってるのはロムアンドの04ヴィンテージオーシャンってやつ使ってて、最近ちょっとなんかこれリリミアの本当に落ちなくて発色よくて使ってます。あとこのライスフォースのリップセラムもすごいいいです。なんかあの唇美容液、なんかごちされるんですけど、すごいなんか乾燥とかしてるとすごい良くなる気が。ミニピン初めて聞きました。本当すごい可愛い子なんです。私もあまり知らなかったんですけど、そう、でもだから全然あの犬種としては関係ないんですけど、ドーベルマンにちょっと似てますの、ちっちゃい可愛い小判みたいな。私がよく使ってるロマンド、ヴィンテージオーシャンの04番です。最近買ってよかったもの絶対あるよな。あーでもこの前投稿、昨日投稿したダッフルコートすごい気に入ってます。ミラオーウェンのです。やんちゃ、そうそう、やんちゃなんですよ。そこが可愛くて。チークはジル・スチュアートのものを使ってます。なんか結構青みピンクっぽいのを使ってて、でもなんかもう自分の顔がほてってて赤く見えるな。なんか始めたての時さっき右耳めっちゃ赤くてびっくりした。よいしょ、
頑張って押し付けしなきゃ。もうすぐ共通テストなんだけど、緊張への対処法を教えてください。私はあんまり緊張しない方なんですけど、多分あの無理なことは無理だから、あのまあきっとうまくいくかみたいな、なんかなるようになるかって思いながら やってあんまりプレッシャーをかけないで生きてます。人前で話すときもそうですね。ちょっとでも人前で話すときもか、そのでも自分に注目されてるとちょっと恥ずかしい。なんか例えば発表とかしなきゃいけないときは、なんか別に内容に注目してもらえればいいかと思って、あのあんまり緊張しないんですけど、でもそんなことないか、あんまり常に緊張しないかもしれない。よいしょ。さらに痩せた気がする。そんなことないんですよ。さらに痩せたい。ちょっとお正月食べ過ぎちゃった。ヨーロッパでも食べ過ぎちゃった。お母さんと喧嘩したらどっちが強いですか？でもうちの母はすごく優しい人です。なのであんまり喧嘩とかはしないかも。怒られ、私が悪いことして怒られるか、私は結構あのそんなつもりは全然ないんですけど、私が怒るってよりかはどうしてだろうって思うと、すごい多分これはなんでみたいな、でもこれはこうした方が良くないみたいな、なんかちょっとそんな本当に本当にそんなつもりはないんですけど、ちょっとなんか詰めてるような感じになっちゃう時はあるかもしれないけど、もともとなんかでも母はどっちかっていうと、なんていうのかな、感情論、私はどっちかというと論理派なので、そんなすごいなんか同じ感じで喧嘩みたいな風にならないです。兄弟喧嘩しま、え、でももうしないかもしれない。いつからだろう。最近は全然してないですね。性格はお母様に、お父様に、父にですね。どっちかっていうと、このなんかハキハキした感じとか、あの父の知り合いとかにも、あと父のあの家族とかにも、あの喋り方とか考え方がすごい似てるねって言われました。あの本当にお正月も親戚がお家に来て、その時にもすごい言われました。感情論の人と話し合いになります？あ、でも母とはすごいよく深く話します。なんかなんだろう、感情論って言ってもすごいなんか感情ですごいどうこう言うってよりかは、なんだろう、説明の仕方が感情重視っていう感じですかね。どっちかっていうとこう思ったんだよねみたいな方向というか、だからなんだろう、もしかしたらお互いにとってのベストが全然いつも違うものなのかもしれないけど、でも母はすごい優しいから、なんか、まあ、私がいいと思ってやったならいいよっていう教育です。父もそうです。ひりょうちゃん見かけたら話しかけても大丈夫です、もちろん。どうやったらゆりょうちゃんみたいに語彙力や知識つきますか？私もすっごいそんな全部がすごいわけじゃ全然ないんですけど、なんだろう、でもなんか結構勉強するのとかはすごい好きです。だからなんかなんだろうな、学ぼうと思うと結構習得するのが早いのかもしれない。多分顔はでも父にも母にも似てるって言われます。兄には似てないです。兄はなんかそんなにハーフっぽい顔立ちじゃなくて、まあそれは純日本人と純日本人の子供なんで普通なんですけど、だからそう、お兄ちゃんとお兄ちゃんの、あの
友達とかと私とかでご飯食べに行くと、あの店員さんとかにここは兄弟ですって言うとすごい驚かれます。ゆりほさんを街で見かけた情報、今んとこ 100% 本人よね。そう、どうなのかわからないですけど、結構私だと思いますでもそうですね、あの何なんか、うん、あの、うん、よいしょ、おすすめのリラックス方法はもうベッドでゴロゴロ昼寝です。そういうことじゃないかな、あの緊張する時の前にっていう意味かな。だとしたらなんだろう、なんかすっごいどうでもいいことを考えてみるとか、今日の夜ご飯のあれ食べたいなみたいな思いながらやります。よいしょ。そう、私純日本人なんですよ。おすすめのアニメ、最近はでもチェンソーマン、あか、うん、まあ、呪術廻戦は結構でもみんな面白いって言うかな。結構髪の巻き方はどう説明したらいいかな。今日は結構しっかり巻いてて、ご覧の通りこの辺を全部でも外巻きにして、あの毛先だけまず一番最初にこうやって内巻きに巻いてから、残ったところを外巻きにして巻いてます。なんか実は右と左でちょっと違う巻き方しちゃって、こっちは一番最初にあのこっちを内巻きにしてから他をここを巻いてって、こっちはあのここをやって最後になんかこうやってくるってやったんですけど、そうだとやっぱこのここの部分が多分甘いから、一番最初に内巻きにしてからやった方がいいんだなって思いました。あ、呪術廻戦のイントネーションが完璧なことに少し寂しさを感じる。合ってますか？でもなんか自分でも、もう何が合ってるかわからないんだった人と話すときに気をつけてることとか意識してることとかってありますか？会話が途切れないようにしてみるとかなんか質問で返してみたり、そういえばみたいな、なんかちょっと関連した話してみたり、あとなんか言い方が良くなくなってないように気をつけたり、ほふく前進思い出します私も分かんなくなったらほふく前進思い出してます。ほふく前進のイントネーションだよって言ってくれた方すごいですよね。普通に言えないな呪術廻戦、ほふく前進、よいしょ。よいしょよいしょ。和歌山の TGC、 ああお会いできるの嬉しいですどういう人がタイプですか？何なんですかね、ちょっと私のタイプを誰かあの教えてほしいかな。どうなんでしたっけ、どうなんでしたっけって聞くのおかしいか。なんかなんか交友関係が広すぎない人。そう、平和主義が好きです。でも平和主義って多分すごいいろんな平和主義があるなって最近思って、なんか私が思う平和主義はあの別に争いを避けろとかっていうことでは全然なくて、なんか全然私はどっちかっていうと話し合いで状況が改善するなら全然話し合いとか
それ違うんじゃないっていう話をするのは全然いいなって思うんですけど、なんか、うん、必要以上になんか他人の話に突っ込んだりとか、あ、良くない話とか、結構噂話とか結構どうでもいいなって思いますね。思いますねっていうのも変ですけど、眉毛サロンとかは、松葉と眉毛サロンはちょっと最近本当にずっと行けてなくて、半年とか行けてない、もっと行けてないな、1年とか行けてないんですけど、あの行ってたところはハイライトに残ってるので、ぜひ。誠実な人だっけ誠実な人って言ったっけな、誠実な人ってまあ大体みんな好きですよね誠実な人かも、スマートな人、確かにスマートな人はすごい好きだな。ちゃんとお話ができるパートナーって理想です。そうですね、私話し合いができない人とは友達にもあんまりいないかも。みんなすごい、あの、そんななんかすごいいつも深い話してるわけじゃ全然ないですけど、なんかすごいいろんな話ができる。あとなんか結構私どうでもいいことをすごい思いつくんですけど、なんかそういうのとかを、あの、すごいそんな考えるんだみたいな感じよりかは、なんか掘り下げてくれるとありがたいかな。なんかなんていうのかな、なんか本当にすっごいどうでもいいこととか言うんですけど、なんかなんだろう、まあ言ったことはないですけど、なんかジャムの瓶ってなんで丸いんだろうねみたいなことを言った時に、確かになんでだろうみたいなのを一緒に考えてくれると、すごい、あの、あー気合うなって思いますよいしょ。タイピングが早くなるコツはもうとにかく打つ打つ急に顔が真っ赤に恥ずかしい恥ずかしい。なんか なんかなんて言うんだろう、そう、ピアス開けない理由全然ないです。なんか開けたいなって思ってなくて開けてない、あの開けたいって思うタイミングがなくて開けてないっていうだけです。ジャムの瓶、そう、ジャムの瓶は今なんか目に入ったから言ってみたんですけど、なんかそういう、なんか結構本当に知らなくてもいいようななんかこととかを考えたら一緒に考えてくれる人が好きかなやばい、ジャムの瓶は本当に初めて今思ったんですけどでも本当にジャムの瓶ってなんで丸いんでしょうねよいしょよいしょ。そう、なんだろうね、ちょっとなんか好きなタイプとかよくわかんないですよね、ちょっとコメント読むのも早くなりましたね、嬉しいあ、蜂蜜取るスプーンの形って変だよねとか、そうですそうです、なんか何気なく過ごしてるけどなんでそうなんだろうみたいなのに考えた時に、なんかああすごい、なんかそんなこと考えるんだとかって終わらないでほしい。別になんかなんでだろうって思ってくれたらいいかなそうっていう感じかな。角のジャムは取りにくいからですかね、ですかね、そうだな。でも本当に角の方が取りにくいのかな。あ、まあスプーンとかだったらそっかそっか。確かに確かに。今年受験です。頑張ってください。受験厄年だったな。みんなかな多分。だから厄払い行きました。再現してる時と表情がすごい可愛いです。あれ何再現したっけ自分。友達との誕生日のケーキなどの祝いはいつからしていますか。あ、
でもなんかこんな可愛いケーキとかを用意するようになったのは本当に高3とか第一とかです。最近ですもん。何ジャムが好きですか？何ジャムが好きかな。桃ジャム、まあ桃が好きなんですけど。よいしょ。なんかあと効率よく物事することすっごい好きなんですよ。あのっていうか効率良いことが本当にすごい好きすぎて、だからなんかすごい些細なことでも効率を良い方法を一緒に考えてくれる人も好きです。なんか友達とかでなんかいるんですけど、なんかなんて言うんだろうな、これこうした方が効率良くないみたいに言われると確かにってなるとすごいなんかテンションが上がります。お酒は最近その二十歳になって、なんかそのずっと飲めてなかったから友達と一緒に飲んだりするぐらいで、たまに飲むかなっていう感じです。生産性は意外と言わないです。なんか効率悪いことが嫌いとかっていう、なんか全部がそうなわけじゃ全然なくて難しい。なんかちょっと得した気分になると嬉しいなっていう感じです。そう、ツイッターしてないです。ツイッターせっかちなのかな。せっかちです。すごい現場とかでもすごい言われるんですよ。なんか着替えるスピードがめっちゃ速くて、んおーみたいな。すごい言われちゃう。よいしょ。そう、そんな感じかな。なんかそう、あとは歩くのがすごい好きなので一緒に歩ける人がいいですね。お友達はもうみんな歩けます。歩けますっていうのもいいんだけど。あ、すごい、ジャムの瓶が丸い理由は分からなかったけど、ジャムのガラス瓶の理由は密閉力が高く長期保存に向いているからだそうです。嬉しい、ありがとうございます。そう、でもすごい面白くて、なんだっけな、ネギマの間ってマグロの間から来てるらしいです。面白いなと思って。やばい、そろそろ終わりにしなきゃ。今日何時から始めたっけな。あ、1時間ぐらい経ったな。方向音痴なんですけどどうしたらいいですか。私も方向音痴です。本当に方向音痴なんですよね。困っちゃう。よいしょ。みんなのコメントが面白い。リップリリミューの5番です。5番。これでスクショしたらいいね。5番。髪のセット、これは今日は15分くらいでした。20分くらいかな。ちょっとかかるね。じゃあみんなおやすみなさい。改めて見ていただいてありがとうございます。今日はだから2023年も頑張っていきましょう。ワンちゃんとインスタライブもいつかしたい。あ、ひなちゃんいるじゃん。かわいいっす、ダメっすって書いてる。ちょっとみんな、私結構ひなちゃんの顔本当にすごい好きで、みんなひなちゃんのインスタちゃんと見てほしい。みんなとひなちゃんの可愛さをね、語りたいから。でもすぐに投稿アーカイブにしちゃうから、みんなぜひちゃんと見てほしい。ハイライトがね、ハイライト、2ってハイライトが可愛いよ。暑い暑い。つま先で歩くと体力半分しか使わないらしいです。お、やってみよう。おやすみなさい。よいしょよいしょ。
おやすみゆりほ、いい夢見てね。みんなもいい夢見てね。バイバーイ。